おはようございます、こんにちは、こんばんは。文化人放送局スタッフ T です。いつも文化人放送局をご覧いただきありがとうございます。本日も文化人スタッフ厳選注目22時15分のニュースをお届けします。久しぶりですね。なんか最近長尾さんのライブを放送させていただいてましたので、この時間ですね、久しぶりにスタッフ T のニュースを送らせていただきます。本日9月29日、日本の自民党総裁選まとめニュースなどご紹介します。ついに決まりましたね、自民党総裁が。ちょっといろんな方がいろんなことをおっしゃってますので、詳しくご紹介したいと思います。ぜひ最後までご覧ください。これはすごいと思った方は高評価を、こんな情報もあるよって方はコメント欄で教えていただけると幸いです。本日もルールが厳しくなっている都合上、隠語を使わせていただきます。何卒ご了承ください。それでは早速本編に参りましょう。今日はもう本当に絞っていきたいと思います。まずはこちら、自民党新総裁に岸田氏、決選投票で河野氏に勝利。というわけで、皆さんご存知の通り、1位に岸田氏、2位に河野氏が入りまして、決選投票になりまして、で1位に、岸田氏が選ばれまして、総理総裁に選ばれたということが今日ですね、今日選ばれましたよね。高市さん惜しくも3位ですけど、議員票は2位でしたよね。はい、素晴らしい躍進だというふうに言われていますよね。はい、このようにですね、決まったということですね。でこちら、加藤さんのツイートです。1回目投票は河野太郎氏255票、岸田氏256票、高市氏188票、野田氏63票に、河野 vs 岸田で決選投票だが、河野は議員票がわずか86票で3位、驚きの数字だ。ネットで圧倒的な支持を集め、急墜した高市氏も時間切れで、市民が最も恐れる総理の誕生は消えた。それにしても河野氏への反発の大きさに唖然というふうにですね、まあいろんな、まあ、この件もちょっとね、触れていきたいと思いますね。いろいろ触れていきたいと思うんですが、まあ、ちょっと見ておきましょう。こちら、決選投票は岸田257票、河野太郎170票で岸田圧勝。小石川連合河野氏は1回目投票でも高市氏に議員票で28、岸田氏には60もの大差をつけられた。相次ぐ舌禍と家業の四国事業パワハラ体質と当初の圧勝予想がしぼみ敗北。決選投票のうなだれた死の姿が印象的、政治の怖さを見せつけられたというふうにですね、当初というか地上波では、ね、河野氏が勝つというふうにはずっと言われてきたんですが、結果的にこのような結果になりましたよね。でこちら、川田さんのツイートです。岸田高市連合高市陣営の幹部会談で決選投票での協力が正式合意。小石川連合で当初独走が予想された河野政権誕生はほぼ絶望的に、相次ぐ舌禍、家業の四国問題、年金、エネルギー、日が経つにつれ議員票が離れていった。政策がほぼ野党の河野氏は敗北なら離党し、第三国、三極構築をというふうにですね、これは昨日、今朝ですね、今朝の午前10時に加藤さんが投票された、投稿されたツイートですね。でこちら、加藤さんのツイートです。アビルさんがですね、こちら、これは本当にそう、自民党、加藤さんの方を読んできますね。 CCP 中央対外連絡部の工作対象となり、 1,2 回議員の時から C 国に招かれ、 C 国の副主席と会えて有頂天になった2世議員たちが呼びかけ人になってできた党風一新の会。アビル・ルイ氏が自分で努力せず、をも忘れて選挙の顔は誰がいいなんていう若手たちはもう落選してもらいたいとの声を紹介。当然だろうというふうに言われていまして、こういうことも今回分かってきましたよね。でこちら、渡辺哲也さんのツイートです。いや、本当の美しい選挙でした。8月21日の横浜市長選挙敗北、自民党下野かと言われたあの時、総裁選で丸々1ヶ月以上メディアがジャック、野党がミジンコに、保守の候補が誕生し、泡沫から次の総理候補に、岸田高市連合誕生。第1回投票では1位と言われた河野を1票差で2位に、岸田新総裁誕生というふうに、ここまでのですね、この1ヶ月程度の話をまとめて教えてくださってますね。本当にこうね、大きく流れ変わったなと思いますね。でこちら、岸田さん1位というわけで、最初の投票ではこのようにですね、岸田さんが1票差で1位になったことを紹介されていらっしゃいまして、こちらなんですよね。こちら、最終調整うまいですね、匠の技でしょう。岸田さんは1位にすることで河野さん何も言えないというわけで、こちらですね、最終調整をされてこのような結果になったということを、匠の技でしょうというふうに、渡辺哲也さんはおっしゃってますね。でこちら、岸田氏、
自民党新総裁に選出、ネトナハンの最悪の事態だけは避けられて何より、岸田は公約通り二階に引導を渡せよ、高市を要職につけろ、お前はヒルアンドンだから高市次期総裁への道筋をつけるだけが仕事だというふうにですね、ネットの反応結構厳しいことをおっしゃってますが、確かに公約で二階氏に引導を渡すみたいなことをおっしゃってましたので、その点はどうなるのかなというふうに注目ですよね。でこちら MI2 さんのツイートです。カチューマに乗る動き、これは朝の午前中の段階ですね。自民党新総裁選で二階派は当初選挙決選投票で政敵の岸田氏だけではなく河野太郎支持でまとまると見られていたが、岸田氏の勝利を 見越して二階派は岸田氏支持までまとめる動き、岸田氏支持でまとめる動きというふうなことが出てきております。勝ち馬に乗る動きもというふうなことが言われていまして、まあ、この報道っていうのはどこまで本当かどうかわからないなっていうのをつくづくこの長尾さんのライブの中で感じさせていただいたんですが、ね、こういうふうなことも報じられていたようですね。でこちらですよね、山口さんの投稿をご覧になっておられますでしょうか。すごく興味深いことが紹介されてましたので、ちょっとここを紹介させていただきたいと思います。ぜひ皆さん山口さんのですね、Facebook の投稿をご覧いただきたいと思うんですが、こちら、10時間前ですね、計画総裁選での怪しいことについて、党員・党友票で高市早苗票が河野・岸田票を大きく下回っていたら、選挙怪しいことを疑え、これまでに私が得ている一部都道府県の情勢調査、地元有権者からの投票情報と比較して、投票用紙の山情報や一部メディアの党員・党友調査が、著しく乖離しているケースが見つかっています。全体の傾向として河野太郎に有利になる捜査、高市早苗に不利になる捜査が行われているかどうか、事前にも事後にもチェックする必要があると考えています。信ずるに足る情報を積み上げますと、特に個人党員票では高市は岸田に肉薄しているか、すでに追いつき、あるいは追い越している、河野と高市の差も10ポイント以内であると推定しています。もし今日午後開票される第1回投票で党員・党友票の配分結果が上記と著しく異なっていた場合、すべての投票用紙を保全して再確認を求めるべきだと思います。って感じですね。昨年のアメリカボス選びでは郵便投票をめぐって多くの怪しいことが指摘され、投票日から10ヶ月が過ぎた今もなおアリゾナ州やジョージア州など複数の州で訴訟や再調査が続けられています。アメリカの国政選挙は相当厳重な怪しいこと防止策が施されているにもかかわらず、有権者の登録、投票用紙の配布、回収、集票の過程で様々な怪しいことが行われていたことが明らかになっています。自民党の総裁選は外形上一つの政党の党首選に過ぎないこともあり、怪しい予防策は極めて脆弱です。自民党事務局やあるいは平川町のアルバイトの郵便配達員に工作員を数人紛れ込ませるだけで選挙結果を覆すことすら可能です。私は自民党員ではなく、あくまで外野のジャーナリストとしての意見ですが、自民党総裁選事務局の皆様におかれましては、党員党友のかけがえのない意思表示である投票用紙を完全に保全し、事後検証が可能な状態を維持していただきたいと願っていますというふうにですね、すごい情報を山口さんおっしゃってるんですよね。本当に山口さんの今回、前からですけども、山口さんの総裁選のお話をずっと聞かせてもらって、本当に鋭いというか、半端なくすごい情報をたくさん教えてくださってましたので、このような投稿をちょっと注視すべきだなと思うんですが、こちら。続きましてこちらなんですよね。そもそも投票用紙の山は自民党本部に存在しない。一部の情報では少なくとも、昨日段階では、総裁選の投票用紙は郵便局、止めになっていて、自民党本部には投票用紙の山は存在しないと主張している人がいます。だとすれば河野太郎遊説権38うんぬんという情報そのものが完全な虚偽情報だということになります。問題は投票用紙の山の目撃情報が角度の高い情報として都道府県別の詳細な情報込みで相当なスピードで拡散したということです。ほとんどの永田町の記者や関係者が類似の情報に触れ拡散し信じました。そして結果として党員・党友の多くが河野太郎を支持しているという情報が流されました。これが本日の国会議員の投票行動に与える影響は決して少なくありません。
自民党総裁選の投票用紙の管理について情報をお持ちの方はぜひ教えてください。とつもなく深い闇。もう一つ私が全く違う次元で懸念しているのは、この虚偽情報に沿った結果が出るのではないかということです。昨日までは自民党本部に投票用紙の山はなかったのであれば、投票用紙の山、情報は完全な捏造ということになり、それならば総裁選の第1回投票の党員党友票は捏造された情報とは異なる結果にならなければおかしい。もしこれが細部まで一致したとしたら、総裁選の闇は限りなく深いということになります。総裁選の投票まであと90分前にこのような投稿されたんですね。自民党員もそうでない人も日本の将来がかかった選挙ですから、本当に怪しいことが行われていないかしっかり監視しましょうというふうに言われていまして、続きましてこちらですね。こちら、投票用紙の山情報、少なくとも一部は虚偽でした。山口県の投票結果が出ました。河野さん2947票、岸田さん5505票、高市さん5032票、野田さん345票、岸田1位、高市僅差の2位、河野は差をつけられて3位です。ところが昨日、おとついお伝えした投票用紙の山情報では、山口県は河野太郎1位、岸田は離されて2位でした。要するに山情報は河野優勢を演出したい勢力による捏造情報だったことが明らかになりました。そして高市さんは山口県西部が安倍さんの地元ということを割り引いても、事前の予想以上に健闘していることも分かりました。虚偽の優勢情報に惑わされて党員党友がいないことを祈りますというふうに言われてまして、最後にこちらですね。すごいことになってますね、これ。ほらねとほらねと深い闇。岸田総裁誕生、逃げた2回、総裁選の闇。総裁選の第1回投票結果、添付写真参照、こちらですね。を見て、皆さんはどんな印象を受けましたか？下の3つがパッと頭に浮かんだ方は、もう相当な政治通です。少なくとも、サメ丸さん、皆さんもう考えてください、はい、ご自身で考えていただけたらと思うんですが、サメ丸さんよりは数段上です。1. 岸田総裁の確定。 2. 二階が今朝河野から逃げた。 3. 投票用紙の山の虚偽情報と党員党友票結果の異常な符号。選挙結果についてはもう決選投票を待つ必要はありません。私はこれから勝者の宴や敗者の参上、そして確実に存在した怪しいことと捏造の証拠集めなど、祭りの後に必要な取材をします。その中身は近々公表します、というふうに言われております。これはすごいことになってきましたね。山口さんがこのように指摘されているということは、相当精通されている方ですので、ちょっとここは引き続き追っていく必要があるなというふうに感じております。はい、また明日ですね、加藤さん×山口さんで、対談番組もございますし、今週末の土曜日にも山口さんがご出演予定ですので、この点も伺えるかと思います。お楽しみにしていただけたらと思います。で、続きましてこちら、最有力の岸田氏も勝ちたくないとぼやき。安倍、高市、麻生と小泉、石破、河野、対立が残す総裁選後の禍根というふうに言われていまして、なんとこの記事の中ではですね、岸田さんが、こうですね、俺は今回勝ちたくないというふうなおっしゃってたというふうな情報も出てきておりますね。はい、これは9月28日の記事ですが、ちょっとびっくりな発言ですが。で、こちらですね、計画に批評、慰安婦合意の当事者、岸田氏が総理大臣に、日韓関係はこのまま悪化、やっちゃえ岸田総理、というふうに小崎奈々さんおっしゃってますね。で、こちら、社民党福島党首、誰が乗ろうと変わらない、自民党岸田氏新総裁誕生に疑問点を列挙、盛りかけ疑惑を解明できるのか、というふうにですね、ここでまた盛りかけ疑惑を触れていらっしゃるようですね。すごいなと思いましたね。で、こちら、川田さんの続いてです。総裁選前の力強い会見を行った高市早苗氏、記者たちへの心からのねぎらいの言葉も印象的だった。すがすがしく今日を迎えました。必ず勝ちに行きます。勝算はあります、と長尾隆氏。今現在も最後の多数派工作が展開されている。各議員への引き剥がし工作は投票のその時まで続く、というふうに言われていますね。はい、これ事前の様子ですね。で、こちら、西村さんの続いてです。これ結果出た後ですね。高市早苗さん、よくやりました。大健闘です。日本に希望が残った。剣道将来、次回こそ日本初の女性総理になってください。高橋さんのホームページで先日発売された美しく強く成長する国へがベストセラーになって、
いるが、この本の序章が無料で読めるというふうに紹介されていらっしゃいますね。本当に大健闘だったというふうに言われていますよね。ではこちら、渡辺哲さんのツイートです。中継高橋さん、やりきったいい顔していますねというふうに、高橋さんの様子を中継されていらっしゃいますね。ではこちら、議員票第2位獲得で星野ヴィーナスが誕生しましたねというふうに渡辺哲さんはおっしゃってます。でこちらですね、はい、こちらの方ですね、入閣には高市さんや高市さんを支持された議員さんが入る可能性はあるんでしょうかねというふうに、おっしゃってるんですが、あれですね、岸田総裁が決定して、入閣には高市さんや高市さんを支持された議員さんが入る可能性はというふうなことがおっしゃってるんですが、渡辺哲也さんはこのように、政策協定合意済みですというふうにおっしゃってまして、そのようにですね、岸田高市連合の政権になっていく可能性が高いというふうなことが見られ方、そのような見られ方をしていますよね。でこちら、高市早苗担ぎ出しの主役の一人山田宏氏がいよいよ議員票の勝負、高市支持当然と思われる議員でも態度を明確にしない人がいる、生みの親育ての親仲間、そして上手に渡ろうとする魂胆、今は政治家として巣立ちの時と心得よ、迫る国家危急の時は自らの信念で巣立つ時だと、歴史の分岐点というふうにですね、高市早苗さんのことを支持されている山田宏さんがこのようにおっしゃってたようですね。はい、これは少し前の段階、これ28日の午前中の段階ですね。こちら9月27日の山田宏議員のツイートを紹介されてこのようにおっしゃってるんですが、そうですね、この段階でもまだ決めていない方もいらっしゃったということですね。でこちら岩田さんですね、選挙結果を見て一言で表す、安倍晋三は究極の保守政治家だというふうにですね、今回安倍前総理がですねたくさん動かれてこのような結果になったんだなというふうに、岸田高市連合というのが裏でですね安倍晋三前首相が動かれたからこそこのような結果になったんだなというふうな分析をされていらっしゃるという一言なんですかね。でこちら高市早苗さんですね、総裁選では多くのご激励を賜りありがとうございました。結果は残念でしたが、国会議員票の2位は励みになりました。さらに政策を磨き頑張ります。当面は御礼訪問なので慌ただしく更新ができないかと存じますが、落ち着きましたら更新いたしますね。感謝を込めてというふうにおっしゃってます。はい。なんかちょっと、はい、ちょっと震えましたね。はい。本当にお疲れ様でしたっていうふうに思いますね。はい、長尾さんもですね、長尾さんも本当に高市陣営でこれまでたくさん文化人の中でですね、解説してくださって、本当に高市さんの凄さとか、そして高市さんを応援してくださっている高市陣営の皆様のこと、長尾隆議員のですね心の中のことをたくさん聞かせていただいて、本当に感動する日々でした。私も一番近くで言ったら変ですけど、長尾さんのとねご一緒させていただいて、本当にいろんなお話聞かせていただいて、皆さんと一緒にね、このご視聴くださってる皆さんと一緒にここまで一緒に歩かせていただいて、なんか、感慨深いというか、こういう結果になってしまいましたが、本当に高橋さんにはありがとうございますっていう、高橋さんと長尾さんにはありがとうございますっていうふうにすごくすごく感じております。はい、これからも高橋さんを応援したいと思っております。もちろん長尾さんもですね。で、こちら、MI2 さんのツイートですね。冷や飯を食うのは河野陣営だけだというふうに書かれております。高市陣営の方がこのようにおっしゃったんですかね、本当ですかね。人事も一緒だ、冷や飯を食うのは河野陣営だけだというふうに書かれていますね。まあテレビ中継の中でこのように言われているみたいで、どこまで本当か分かりませんが、このように報道されているんですね。でこちら、政治のプロに聞く新政権、人事予想、高市新総裁で岸田幹事長、岸田総裁なら高市官房長官、河野新総裁なら石破幹事長、小泉官房長官か。自民党総裁選、明日投開票というわけで、これ昨日の記事になるんですが、このようにですね、もし岸田総裁なら高市官房長官かというふうに言われているようですね。はい、高市さんが官房長官になるのすごくね、はっきりものをね、言ってくださる方ですので、官房長官に期待ですね。で、こちら、渡辺哲也さんのツイートです。外交は安倍、経済安全保障はあまり、これが抑えとケツ持ちするわけですからいいと思いますよというふうに、今後の流れをおっしゃってくださってますね。確かに外交安倍前総理で、経済安全保障はあまりさんというわけで、かなり、期待できる部分ありますね。でこちら、自民党総裁選岸田氏が勝利、次の首相に
訴えた政策は、総選挙はいつというわけで、そう報道されているんですが、これちょっと注目したいのがですね、こちらですね、10月4日の召集の臨時国会を経て、岸田政権が発足するというふうに言われております。で、こちらですね、総裁選を争った河野氏、高市氏、野田氏らをどう処遇するのか、また党役員任期を1期1年、連続3期までとし、権力の集中と惰性を防ぐと明言したことから、閣僚人事や党役員などの人事に注目が集まるというふうに言われています。今後の注目点ですね。で、大前提として、10月4日の首班指名組閣の直後の解散は現実的な日程ではないため、衆院選は10月21日の任期満了日以降に実施されることが確実と見られているというふうなことが書かれております。で、任期満了の場合、投開票は11月7日、おは11月14日かというふうにここでは言われていますね。で、解散の場合、最も遅い投開票は10月11、あ、失礼しました、11月28日かというふうに言われております。はい、解散の日から40日以内に行うことが言われていますね。最も遅い日程で11月16日公示、11月28日投開票日というふうになると、ここでは分析されております。はい、この後は岸田政権が誕生して、その後はいよいよ総裁選に向かっていきますよね。はい、まあ、私としてもというか、文化人としても、長尾さんを総裁選に、総裁選じゃないですね、総選挙に向けて応援していきたいと思っておりますので、皆さんも引き続き応援していただけたら幸いでございます。よろしくお願いいたします。というわけで、ここから先はメンバーシップとプレミアメンバーシップ両方の皆様に向けてのコンテンツとなります。ここから先は河野さん関連の話をざっと見ていきたいと思っております。今回の総裁選のことはもちろんですね、親族企業さんのことであったりとか、いろんな情報も改めてチェックしたいと思っております。ここから先のご視聴は概要欄からご視聴ください。またメインチャンネルとサブチャンネルは登録は別々になりますのでご了承ください。一般視聴者様はここまでです。ありがとうございました。というわけで、他にもたくさん紹介したんですが、本日は以上です。本日もありがとうございました。チャンネル登録、いいね、クリック、コメント等よろしくお願いいたします。それではまた。追伸、スタッフ T のつぶやき。というわけで、今日もつぶやいてみたいと思うんですが、最近はですね、このスタッフ T ニュースをお休みしまして、ちょっと長い、できる限りですね、長尾隆さんのライブ、または長尾さんに教えていただいた話を、紹介させていただいておりました。はい、ここまで、長尾さんの話をたくさん聞かせていただいて、本当に隆さんのすごさ、そして高市陣営の皆さんのすごさ、またですね、長尾さんの、何より長尾さんの心意気、っていうのをすごく感じましたね。本当感動して泣きそうになった日もありましたし、本当に国のことを思って、国っていう国家のことを、国家、国民のことっていうワードが出てくるとですね、なんか心が震えてしまってですね、その伝わるだけの行いを、高市さん、もちろん長尾さんもされてますので、それだけ心に触れるものがあったのかなってすごく感じさせていただいた、この数週間というかね、しばらくの間でしたね。はい、また明日以降でですね、長尾さんのライブがこれからもこの時間帯で続けて配信していければと思っております。これからはですね、今回のね、高市さんの総裁選のことをまた振り返っていただいて、こんな感じだったよっていうのを改めて聞かせていただきたいと思いますし、これからですね、総選挙に向けてですね、長尾さんのこともいろいろ応援させていただきたいと思っておりますので、ぜひ皆様もこれからも長尾さんの応援、高橋さんの応援もちろんですね、長尾さんの応援もお願いできたらと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。というわけで、本日もありがとうございました。それではまた。追伸の追伸、最後はやっぱり面白い動画ではいたいと思います。本日はこちら、話さないにゃーというわけで、ちょっと見てみましょう。というわけで、いかがでしょうか。めちゃくちゃ可愛いっすね。猫さんやっぱ可愛いっすね。私もぬいぐるみを抱っこしてジタバタするので、可愛いって言ってください。というわけで、本日もありがとうございました。それではまた。